秋川市は東京都の西部、多摩地域に位置していたし、1995年9月1日に五日市町と合併して、秋留野市となっている。秋川市中心部1974年度撮影東京都心から西側へ約4 5トルにある西多摩地域の秋川渓谷、関東山地の東側と秋留大地に位置し、中心部には多摩川、 秋川、平井川が流れており、その流域は、秋川流域の農業地帯として発展してきた。第二次世界大戦後の高度経済成長期には、秋大町であった1960年代頃から、都心の過密化を緩和するため、ベッドタウンとして発展した。1972年5月5日には、秋、多を即時解消して、秋川市となり、 約3万人の人口で単独姿勢を果たした。人口はその後も増加し、1990年には5万人を突破した。合併直前には人口が約5万5千人近くまで跳ね上がった。丘陵地帯の関東ローム層と断層歴層の地層地帯であり、最高地点は346.1メートルであり、最低地点は98.0メートルである。 二宮神社から縄文土器が発見されたことから縄文時代から居住していたと考えられ、弥生時代から農地が開発されて田園地帯が形成された。奈良時代から平安時代にかけては国分寺建立のために河原の製造地として利用され、鎌倉時代以降は再び農地として利用された。突起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる、 警察、消防市内の警察署の管轄は、ッサ警察署であった。人口増加によって、市内に警察署の設置が誘致されてきたが実現しなかった。消防署は、秋川消防署がある。初代二大単独姿政施行前までは、中学校は1校、小学校は4校あったのが、東京都心のベッドタウン化によって、若年家族を含む居住人口が増加したことで、 児童生徒も増え、中学校は4校、小学校は8校になった。その他には幼稚園が新設された。ありがとうございます。